内侍守は貴婦人の資格を十分に備えておいでになる。軽重な気などは少しもお見えにならないような方だったのに、あんなことのあったのが私は不思議でならない。そうですよ、縁な美しい女の霊には今でも無論引かねばならない人ですよ。そんなことを思うと、自分のしたことで人を損なった後悔が起きてきてならない。まして多情な生活をしては、年がいった後でどんなに後悔することが多いだろう。人ほど軽率なことをしないでいる男だと思っていた私でさえこうなのだから。源氏は内侍守の話をするときにも涙を少しこぼした。あなたが眼中にも置かないように軽蔑をしている山荘の女は、身分以上に貴婦人の資格というものを皆揃えて持った人ですがね。思い上がってますますよく見えるのも人によることですから、私はその点をその人に余計なもののようにも見ておりますがね。私はまだずっと下の階級に属する女性たちを知らないが、私の見た範囲でも優れた人はなかなかいないものですよ。東の院に置いてある人の善良さは若い時から今まで一貫しています。愛すべき人ですよ。ああはいかないものですよ。私たちは青春時代から信じ合った、そしてつつましい恋を続けてきたものです。今になって別れ別れになることなどはできませんよ。私は深く愛しています。こんな話に夜は更けていった。